こんばんばは東日本大震災から何を学んだかそして何をしているかってことですよね、えー、あの映像はやっぱりすごかったですよね仙台空港が津波で覆われて、えー、もう東北のいろんな畑とか田んぼがね海水で埋まってしまうという家も流されて多くの方があ逃げまとうその背中に津波とか災害の恐怖を感じたんじゃないかなと思うんですよ。非常にたたくくさんの方が亡くなったりね 便乗したた犯罪が起きたりとか経済効果を失われて25兆円とかね言われてましたけどもいまだにね東日本大震災でダメージを受けた方が今でもいろんなねご苦労されてるっていうところを私は感じるのとまあそれによって復興増税みたいなのが行われたりとかね世界中から寄付が寄せられたりとか大変でしたよね。で確かにあの東京でもお水とか食品が品がれしたりガソリンがなくなったりっていうことが起きてたらしいですけども。 うん東京以外ででも、ね、結構起きてたんですよね何と言いますかねあの,あの時にあ災害が起きると水ってなくなるんだとかねあみんな食料品っていうのが流通悪くなるんだとかガソリンってなかなかエネルギーとかが手に入りにくくなるんだっていうふうに私は見て何を考えたかっていうとじゃあ何も起きてない時に確保しとこうかなと思ったわけですよ。でもうあ,ああいうふうなね悲惨なことが繰り返されませんようにと。 いうふうに一人一人は思ってるはずなんですけども実際何やってますかって言ったら何もやってないんじゃないかなと思うんですよ例えばお金の稼ぎ方ね東日本大震災が起きた時ですら相場って動いてるんですよあの悲惨な状況の中で世界中の投資家さんは日本の災害にベットしてるんですよねだそういう風なある意味したたかさというかたくましさというかとりあえず投資の世界に入ってないとそういうことはできませんから会社に通ったりとか製造業も必要なんですけども じゃあ資産を守る意味でその相場とリンクしているっていうのはね絶対いるんじゃないかなと思うんですよで私はその時に投資家を目指すの覚悟をねさらに強めたわけですよねうんまあ本当と東日本大震災で当時マージャン店やってましたけどもさらに私は覚悟が強まったということです水電気これはいつでも覚悟しとこうっていう感じですよねうんその他いろいろと考えることがありましたあ例えば今日やっととここう,っていうことですよね 人間いつ人生が終わるか分かりませんから、うん、だからね今やっとかないと明日はもっと難しくなるってことですよね。うんまあ、今回はその車をテーマにお送りすることが多いんですけどもこの車一回は乗ってみたかったんだよねーっていうのが、うん、私が思ったのがあトランザーマはね、えー、確かね12歳か13歳の時なんですよ。いつか大人になったらと思いました。ととっっくにに大人になりましたでもずっとその 憧れってののはこの手に入らなかったわけでですよねで私は車を実際に目の前で見た時に今やらないと次に勇気が出るのはいつかなと思ったんですよ。うん、でここで見て見ぬふりしてまたね憧れを通り過ぎると次見た時はそれに慣れてしまってもう一回通り過ぎるんじゃないかなと思ったんですよね。うん、で今日マックスのテンションで楽しめることも。 1>, 1年経ったらあんまりエネルギーないかもしれないですよね。そう考えておくと今やるしかないのかなと思って過ごしてるんですよね。で先ほどねちょっと話題変わるんですけどもセルフバッグについてちょっとお問い合わせがあったんですよね。ジャパンネット銀行のセルフバッグをしてそこからお金を借りると1万円のセルフバッグ報酬が入るんですけどもこれお金借りてなんかリスクないですかねみたいなのが来るんですよ。はっきりとお答えさせていただきましたけどもセルフバッグにリスクはあります。 メメリリッットトを受けるる代わりにデメリットもあるんですよ例えば何か登録すると電話がかかってきたりとか訪問があったりとかね、うん、だからここの,あの資料請求に問い合わせたら業者さんが来るんじゃないですかって言いますけども来ますよって感じですよ、うん、だからそういうことをやるためにセルフバックやるんじゃないですかって感じですよねカードを作りすぎて何かデメリットないですかって言ったらカードを作りすぎたら金融ブラックになりますとで私はセルフバックを始めた2013年は40枚作ってますからね 40枚作って一気にカードブラックになって半年経って回復した時にまた3枚申し込んでブラックになってみたいなことを繰り返してここまで来てるわけなんですよだからね何かその道で突き抜けようと思ったら無傷を期待しちゃダメですよやっぱりうんあのなんかね片手片足をなくすぐらいのことで行動していけば結構無傷で済むんですけども身をかばいながらやるとかえって怪我をしますねそして何も得れないってことがあるんではないかなと私は思ってますまですんで えー、私はあセルフバックに対してももう行けるとこまで行くって感じですよね何が起こるのか自分の体で受け止めるとそれこそね多くの業者さんが連絡してきたり電話がバンバンかか,かってきたりとか自宅に来たりとかそんなんお構いなしですよで自宅に来たら来たで別にまたね何かものをセールスするチャンス生まれるわけじゃないですか向こうから来てくれるわけですからでまあ人との縁も広がりますしね悪いことは全然ないと思いますよ、うん、だからそういうのをあの今と同じような暮らしからあの 脱却でできないいっていうんですかね新しいことが起きるのが怖いとか、か新しいこと起きないですよ、そうなると、うん、まあ、そういうことを考えてましたね、まあ。ちなみに、2016年に、ずっと金融ブラックだった私なんですけど、2016年に住宅ローンが、やっぱ組め,組めませんでした。もう債務はなかったんですけどね、借金はなかったのに、組めませんでした、住宅ローン。で、2019年になって、最近気がついたんですけども、あのゴールドカードのインビテーションって結構来るんですよ。 ゴーールドカードカですよね年会費がかかるやつでいろんな得点があるやつね普通はレギュラーカードから来ると思うんですけどいきなりゴールドからプレミアムから来るんですよインビテーションがでその次ってのは多分ブラックなんですよねブラックカードカードブラックの私がブラックカードの申し込みに今手が届いてるんですようんと残念ながら今回ブラックカードの審査は落ちましたけども JCB ブラックカードですよねもう一歩だなって気がしますねゴールドでで実績を積んで えー、もう1年とか2年かかると思いますけども,もう私はもう50歳までにブラックカードはリーチしたかなってとこですまあブラックカードってのは別にどうしても欲しいってわけじゃないんですけどもあの40代のうちに手に入れておきたいかなと思います50代では絶対手に入りますんで40代のうちにはもう手に入れておきたいかなっていうとこでございますね、えー、50過ぎてブラックカードを手にするのか40代で手に入れるのかもう私自身へのねこれはねこだわりですけどもなんとか40代のうちにやとは思っておりますうんまあそんな感じで今日の報告終わります